D1 ストリートリーガル参戦車両 D1 ライツは2018年から開催されているドリフト走行によって競われるモータースポーツの1カテゴリー。全日本プロドリフト選手権の会カテゴリーとして開催されている通称ライズ。2005年から2016年までは前身となるカテゴリーの D1 ストリートリーガル及びその会カテゴリーで女性のみにより競われる。 D1 レディースリーグが開催されていた。本記事ではそれらや D1 ライツの買いカテゴリーとなる D1 ディビジョナルシリーズについても扱う。ドリフト走行の技術を競う日本最高峰のモータースポーツカテゴリーである D1 グランプリの直下に位置するカテゴリーとして前身となる D1 ストリートリーガルから車両、競技規則を一新し2018年から開催されている。 ダスによる機械審査が行われる D1 グランプリとは異なり、複数の審査員によって審査される一方、競技、採点方法は D1 グランプリのものを踏襲している。優勝者には D1 グランプリ参戦へのバックアップが行われ、上位入賞者が翌年に D1 グランプリへステップアップしたケースも多い。全国各地のサーキットを転戦するという点では、 D1 グランプリと共通しているが、日光サーキットや名阪スポーツランド、美北ハイランドサーキットなどの比較的小規模なサーキットが多いことが特徴である。使用される車両は D1 グランプリに比べて改造範囲が狭く、市販車に近いものが多い。参加ライセンスに関しては全日本プロドリフト選手権、出場条件も参照のこと。 D1GP の直下に位置するシリーズ。出場には A ライセンス以上のライセンスが必要だが D1 スーパーライセンス所持者の出場は不可。2015年は全6戦で争われた。シリーズ上位30名は11月に開催される SL 統一全国大会への出場が可能。2016年終了。D1SL シリーズの回に位置するシリーズで 2010年より発足。出場には B ライセンス以上のライセンスが必要。2015年は東西とも各3戦ずつで争われた。各シリーズ上位10名は SL 統一全国大会への出場が可能。2016年終了。いわゆる地方戦。D1 全体のピラミッドの中で最も下に位置するシリーズでルーキー講習会を受講して、 D1E ライセンスを取得すれば出場可能。2015年は6シリーズが開催された。2010年より各シリーズのポイントランキング10位以内の選手には地方戦全国大会の出場権が与えられた。地方戦全国大会で3位以内に入ると一気に GP ライセンスが取得できる。なおディビジョンによっては地方戦クラスの下にさらに ビギナークラスを設けているケースもある。ビギナークラスについてはディビジョンによって必要な参戦資格が異なることがあるので、参加の際は事前に核でビジョンの主催者に確認することが推奨される。読んで字のごとく、ドライバーを女性に限定したシリーズ。2010年より発足。出場資格は E ライセンス以上のライセンスとなっており。 地方戦同様ルーキー講習会を受講するだけで参戦できる。2015年は全6戦で行われた。2016年終了。D1SL と同様 D1GP の直下に位置し、出場には D1GP ライセンスか A ライセンスが必要。D1SL 時代から引き続き開催されている。2019年には2年ぶりに全国大会が開催された。 D1 ストリートリーガルでは D1GP のみならず現在の D1 ライツと比較しても改造範囲が制限されており、名実ともにストリート仕様に近い車両で争われていた。 2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年、AB ホワッツリーグランドプリックスドイツ、オフィシャルウェブサイト、2021年9月29日閲覧、ドリフト競技事故隊や直撃の渋滞女性が、 死亡うつのみや。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20161204スラッシュ k00 スラッシュ 00e スラッシュ040スラッシュ 119000c8 新型コロナウイルスの影響で D1 ライツ開幕戦が再延期。D1 グランプリはどうなる ?Web オプション。 2020年3月31日2年ぶりに D1 地方戦の全国大会が開催。D1 オフィシャルウェブサイト2021年9月29日閲覧 D2 車両を規定 D1 第6戦中止のため第5戦までの成績で決定した。本来は単走の進入速度が時速100キロを超えないと追走に進むことはできないが特例で追走が認められた。走りは審査員に もし、ウェットコンディションだったら間違いなく表情台まで、上り詰めてくると言わしめたほどのテクニックを披露していた。フォーミュラの経験、D1SL 地方戦で上位に入ったため、決勝戦でのダブルクラッシュで、両者走行不可能となったため、同時優勝というケースが取られた。ありがとうございます。